先日娘が試験を受けることになってて申し込みをしてたんですけども、実はその申し込んだの以外にもまだ受けたい教科があったらしいんですけども、それを申し込むのを忘れてたのかなんかで、前日になって僕に言うんですよ。前日の夜に、僕、親バカでも結構ランク上の方なんで、娘がそう言うなら受けさせたいじゃないですか。で紙には前日までに申し込んでくださいっていう風に書いてあったんですけども、試験当日の朝ですね、塾のオープンと同時に電話して「いや実は」って、こういったことで試験追加で受けさせてもらえないでしょうかっていう電話をしたんですよね。そしたらそのオペレーターの方が「なるほど、でどこの会場ですか、お名前は?」とかなんとかとか聞かれまして、では会場の方には私から話しておきますねみたいな感じで、もうすぐ電話が終わろうとしちゃって。えみたいな、それでもう試験受けさせてもらえるんですかみたいな、僕からしたら結構ね無理言ってお願いするんで、調べますとかなんとかかんとかあるのかと思ったら、じゃああと会場行ってくださいみたいな感じだったので、って。試験受けさせてもらえるんですかって聞いたんですよ。そしたらオペレーターの人なんて言ったと思います？はい、大丈夫です、問題ないですって言うんですよ。試験受けれるっていうのに問題ないって言うんですよ。試験受けていいって言ってるのに問題ないって、いやいや試験受けれないじゃんみたいな。試験受けるっていうのに受けていいって言ってるのに問題ないとか言うんですよねえ。